2024年のアゼルバイジャングランプリは最初から最後まで白熱したレースでした。そして F3 と F2 を1年で制したドライバーがただものではないことが改めて証明されたレースといえます。今回はアゼルバイジャングランプリのトピックを3つに分けてレポートします。ミサイルは消えない。近年の F1 界のミサイルといえばグロージャンをはじめ、オコイやマグヌッセン、そしてランスストロールが挙げられます。今回はマグヌッセンが出場停止により出走しなかったので、多くのドライバーはミサイルに撃墜される可能性が低くなっていました。しかし角田裕毅はミサイルに撃墜されレースを終えてしまったのです。オープニングラップのターン4、抜けるコーナーではないターン4でストロールが強引にインをつき、彼のフロントタイヤが角田裕毅のエンジンカウルと衝突。その接触によりストロールはパンクし、いきなりピットイン。角田裕毅はエンジンカウルに穴が開き、徐々にペースが落ち、ずるずると後退。最終的にリタイア第1号になってしまいました。ストロールは裕毅がドアを閉めたと語り、相変わらず自分に非がないことをアピールしています。結局両者にペナルティが課せられていないので、1周目のレーシングインシデントということになりますが、間違いなくストロールは過去に何度も同じようなことを繰り返し、相手だけではなく自分で自分のレースすら捨てています。これで角田裕毅はヒルケンベルグミサイルに続き、2戦連続でレース序盤でリタイアを余儀なくされています。おそらくコラピントやベアマンなどのルーキーを含めた他のドライバーはあの場面では強引にインをつかないでしょう。これを繰り返しているのが F1 フル参戦8年目のベテランドライバーランスストロールなのです。ではなぜランスは同じことを繰り返し、いつも自分の非を認めないのでしょうか。あくまで憶測ですが、それはチームの誰も彼を指導できないからだと考えています。オーナーの息子がやることは全て認めるしかないチーム事情。もしランスに非があると語れば、自身の首が飛ぶ可能性もゼロではないでしょう。その繰り返し、積み重ねが今のランスを作り上げたのではないでしょうか。つまり今後もランスは同じ姿勢でレースに挑み続ける可能性が高いのです。そのランスが繊細なニューウェイのマシンを手にするというのが不条理でなりませんが、これが厳しい現実の世界です。今回出場停止でベアマンにシートを分け渡したマグヌッセンは累積での出場停止なので言い訳の余地はないと感じていますが、その彼も最低に納得していないので、ある意味ランスと同じような立ち位置にいると思います。チーム代表の小松彩夫さんもマグヌッセンを擁護していますが、立場がやられた側だとしたら違うコメントが飛び出ると思います。ドライバーが何かをやらかしたらチーム代表が激怒するくらいじゃないと、このようなドライバーは消えることはないでしょう。それはデビューしたてのルーキー時代に経験すべきことで、ランスのような巨額なスポンサー料を持ち込んだ場合でも同じですが、理想と現実は違うため、やはり巨額のスポンサー料を持ち込んだドライバーはいろんな意味で大事に守られるのでしょう。他のマシンとの接触が少なく、バトルにも定評のある角田裕毅とランスとでは天と地ほどの差があると感じました。ルーキーのヤバさ。 F1 参戦2戦目のコラピントはフリー走行からエースのアルボンに近いポジションをキープし、予選で9番グリッドを獲得。決勝ではハミルトンがピットスタートとなったことで8番グリッドからレースに挑みました。コラピントは終始アルボンと同じような安定したラップタイムを刻み続け、最後はサインツとペレスのリタイアによりデビュー2戦目での嬉しい8位入賞となりました。アルボンも7位でフィニッシュしたので、ウィリアムズは今シーズン初のダブル入賞を成し遂げました。不審のサージェントを切ったウィリアムズにとっては嬉しい誤算かもしれません。しかしそんなコラピントには来シーズンのシートがないというのが切ないです。観客席にはコラピントの母国アルゼンチンの国旗やサッカーのユニフォームが目立っていたので、彼は F1 には必要なドライバーの一人で間違いないと思います。そしてマグヌッセンの代役となったベアマンもものすごい適応力を見せています。
予選番長ともいえるヒルケンベルグですら予選は13番グリッドに沈みましたが、ベアマンは11番グリッドを獲得しています。ハースでのデビュー戦でいきなりエースを予選で破るというのが何を意味するのかわかりますよね。そしてベアマンは決勝でも10位入賞を果たし、11位のヒュルケンベルグを僅差ながら破ったのです。これにより4戦でわずか1ポイントしか獲得できていなかったハースに貴重な1ポイントを持ち帰りました。この2人のルーキーは一戦を超えることのないレース運びを披露していたので、個人的にはすでにランスを超えていると感じました。このように F2 にはまだまだ多くの逸材が眠っていると思いますが、その先の F1 のレギュラーシートの獲得は宝くじの当選確率くらい低いのかもしれませんね。ベアマンはすでに来シーズンのシートを確保していますが、今シーズン限りのコラピントには何かしらのチャンスを与えてほしいと切に願います。ついに現れた化け物。 F1 には数年に一人とんでもないドライバーが出現します。直下カテゴリーをすっ飛ばしたマックスとサインツ、 GP2 や F2 を1年で制したハミルトン、ルクレール、ラッセル、ピアストリ、実質 F2 を1年でクリアしたノリス、角田裕樹、そしてサージェントです。今回予選2番手から見事に逆転優勝を成し遂げたピアストリは元アルピーヌの育成ドライバーでしたが、契約の隙をつきマクラーレンに移籍して本当に良かったと感じます。ピアストリ陣営のこの千里眼はまさに F1 で成功するためには必要なものかもしれません。ピアストリをマネージメントしているのは同じくオーストラリア出身のマーク・ウェバーなので、彼の交渉術がこの偉業につながったと言えるでしょう。ピアストリの優勝インタビューを親のように温かく見守っていたウェバーが印象的でした。ピアストリはタイヤ交換直後にターン1でルクレールをオーバーテイク、レース後ルクレールは隙を見せてしまったと語っていましたが、あの突っ込みでタイヤをロックさせずバリアにヒットすることなくコース上にマシンを残したのには驚きました。その後も常に DRS 圏内にいたルクレールを巧みなブロックラインで制御し続けたのが波のドライバーではないことの証明です。最後はルクレールのタイヤが終わり2人のバトルの決着がつきましたが、このような走りを終始冷静にできるというのが F1 フル参戦2年目のピアストリなのです。マクラーレンのマシーンがコース上で最速というのも大きいですが、エースのノリスと遜色ない走りを見せ続けていること、そして2024年のこれまでの全17戦で全てポイントを獲得しているというのが彼の凄さを物語っています。今シーズンはノリスの援護役に回ると予想されていますが、ピアストリの逆転でのタイトル獲得の可能性も考え始めるべきかもしれません。決して荒い走りをしないピアストリは数年に一人の逸材、次世代のニューヒーローで間違いないでしょう。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。みんな明日も頑張れ。